カセット塗装とドラえもん。パーティーしよう。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんね、お風呂上がりです。2回目のお風呂かな。やっとお風呂にね、入れるようになったんですよ。でね、毛づくろい中です。もふもふしてるでしょ？洗濯ネットにね、タオル入れてね、アンマンちゃんを入れるとね、ドライヤーとかかけやすいみたいでね、それでやってます。もうね、かわいいっしょ？ダメだ。あ、セクシーショットです。それではね、本編スタートでございまーす。今日はね、塗装したんですよ。ほら、今日はね、シール剥がさず塗装してみた。今日のね、スプレー缶はね、ちょっと違うやつをね、使ったんですよ。染め球のね、ブロンズのスプレー缶。染め球はね、結構ツヤが出るかな。塗った後。で、あとね、塗った後しっとりしてる。だからね、触った感じはね、ちょっとベトつくかなっていう感じ。ちょっとラバー調みたいな感じ。下に塗ったサーフェイサーが悪かったかな。サーフェイサーなしでも良かったかもね。この金銀のね、カセットに比べると、やっぱりね、ベトベトってしてる感じ。もう結構乾かしてるんですよ。乾燥はもう2日ぐらいしてるんですけど、そんな感じ。ただ染め球はね、色が落ちにくいんでね、長持ちはしそうだなぁとは思ってます。結構さ、光沢もいいしさ、今度金銀買ってみようかな。こんな感じでございました。というわけで、今日もちーさんでーす。お元気ですか？皆さんお元気ですか？自宅待機頑張ってますか？ね、少しストレス溜まりますよね。今日はね、アマゾンでございます。アマゾンでね、これ買っちゃいました。じゃーん。エコ F 不二雄キャラクターズ大集合。SF ドタバタパーティーですね。Wii U のソフトでございます。いや、これね、欲しかったんですよ。ふじこ F 不二雄好きとしてはね、たまらないですよね。ふじこ不二雄 A も好きなんですけど、まあ、どちらかというとね、F 派なんですよ。まあ、どちらもいいんですけどね。ふじこ不二雄好きです。こう、ドタバタパーティーのね、ゲームが入ってるらしいですよ。お、中も綺麗。やったね。いや、もうさ、ドラえもんが大好きなんですよ。とにかく。でね、ずーっとこのゲーム狙ってたんですけど、なかなかね、そう、手が出なくて。でもまあ、ちょっとね、安いのが見つかったので、買ったんですけど、これね、よく、絵がね、グラフィックがね、よくできてるんですよ。だからね、ずーっと狙ってたの。いろんなキャラクター出るしさ、梅干し年間までいるね。ほら、60キャラ以上ですよ、総勢。たまらないでしょ。というわけでこいつをね、動作確認していこう。それではね、動作確認でございます。ちーさんが張り切ってたね。藤子 F 藤尾キャラクターズ大集合。少し不思議なドタバタパーティー。おー。で、今回はね、ミニゲームやってきます。ミニゲームね、3個だけ、開放したんでね、それやっていきます。
あのパーティーの方は9時からの動画であげますね。とりあえずね、4人で遊べるんですけど、とりあえず1人で、やっていきます。キャラクターを選べるみたい。もちろんね、私といえばドラえもんかな。パーマンもコロスケも好きなんだけどね。じゃあ敵はね、チンプイ、パーマン、そしてエスパーマミにしようかな。で、今は、普通になってるのかな。じゃあ普通でいいや。じゃあこれでね、やっていきますよ。さあ、このゲームはね、早打ちでございます。空気砲をね、どっちが早く打てるか、合図とともに空気砲を打っていきましょうという話です。噛むな頑張れ頑張れ俺。じゃあいきますよ。緊張する。ドラえもんが可愛い。どこだ。おー、いいねー。 OK。よし。他の人はね、どっちが勝つか予想するみたい。じゃあね、他のゲームもう一個やってきますね。もう二つかな。全部で三個やってきます。ちょっとロードがね、やっぱりね、長いよね。Wii U はね。さあ、こちらでございます。3分ちょうどでカップ麺の蓋を開けようということですね。3分を数えてみようということです。さあ、秒2分50秒からです。はじめ。ドキドキするね。いくよ。そろそろ消えた。よし、この辺か。どうだどうだ。のび太がね、審査員です。こんなことしてる間にね、伸びますよ。がっつり伸びますよ。早く食べてください。どこに来る？チンプイ？お、来た！いけ、あ、やった！2分58秒96。あー、ちょっと早いんだね。1秒間早いわ。よーし。さあ、最後のゲームでございます。あとはね、どんなゲームがあるのか。ね、皆さん、買ってみてね。やってみるのもいいんじゃないでしょうか。ね、パーティーな。ね、時期ですから。パーティーな時期って何？家にこもってね、みんなで遊びましょう。家族で。だからね、落ち込んでないで、家でパーティーしようぜってことです。さあ、ドラえもんがね、ジャンプするんですよ、こうやって。で、この空気のところに入ると、加速するみたい。かわいいっしょ、ドラえもん。いや、いいよね。このゲームね、ずっと欲しかったんだよね。Wii U 持ってなくて、当時。で、いや、Wii U 買ったらやりたいなと思ってたんですけど、Wii U もね、安く買える時代になってさ、このソフトもね、やっと買いましたよ。さあ、ドラえもんがね、シュッと決めてきました。2位はエスパーマミ。そして3位はチンプイ。そして4位はパーマン1号ですね。どうですか、このゲーム。私だけかな、大興奮なのは。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価お願いいたします。ね。昨日の動画ね、皆さん見てみていただいてありがとうございます。こ
これからもね、よろしくお願いします。バイバイ。